平成22年4月26日月曜日、総理大臣官邸でチリ共和国のアルフレド・モレノ・チャルメ外務大臣の表敬を受けました。続いて幕内在位100場所の偉業を成し遂げるなど、我が国のスポーツの振興に貢献された功績が顕著であった大関・魁皇関に対する内閣総理大臣顕彰式を行い、顕彰状と盾を授与しました。夜には3回目となる雇用戦略対話を開催し、雇用・人材戦略に関する新成長戦略等について話し合いました。27日火曜日、国会内で8回目となる地球温暖化問題に関する閣僚委員会を開催し、鳩山イニシアチブの支援方針をまとめました。総理大臣官邸に戻り、イスラエル国のダン・メリドール副首相兼諜報相の表敬を受けました。その後、90回目となる総合科学技術会議を開催し、平成23年度の科学・技術に関する予算などの資源配分の方針の基本指針等を決定しました。夜には4回目となる地域主権戦略会議を開催し、地方への一括交付金化や国の出先機関改革について論点をまとめました。28日水曜日、総理大臣官邸で6回目となる新しい公共円卓会議を開催し、新しい公共宣言における社会制度面の提案等についての話し合いを行いました。夜には欧州連合のヘルマン・ファン・ロンパイ欧州理事会議長、ジョゼ・マヌエル・ドゥラン・バローゾ欧州委員会委員長と第19回定期首脳協議を行いました。協議終了後、両首脳はビジネスラウンドテーブル提言書主講式に臨み、続いて共同記者会見を行いました。日本と EU の関係強化の方策枠組みについて検討をする合同のハイレベルグループを立ち上げるということで合意をしたことでございます。特に日本と EU との間の経済関係の包括的な強化及び統合に向けた共同検討作業を立ち上げるということで一致を見ることができました。29日木曜日、都内の代々木公園で開催されたメーデー中央大会に出席し挨拶を述べました。また新宿御苑で開催された国際生物多様性年記念イベントに出席し挨拶を述べました。5月1日土曜日、熊本県水俣市で開催された平成22年度水俣病犠牲者慰霊式に参列しました。水俣病の犠牲となりお亡くなりになられた方々に献花を行った後、祈りの言葉を捧げました。国として地方公共団体、事業者、国民の皆様と共に命を守り、公害のない持続可能な社会の実現に向けて、また恵み豊かな自然環境を保全し将来に継承していくため全力で取り組んでいくことをここにお誓い申し上げます。水俣病の犠牲となりお亡くなりになられましたすべての方々のご冥福をお祈りを申し上げ、私の祈りの言葉とさせていただきます。慰霊式出席後、熊本県の八代市にある農業関係施設を視察しました。5月4日火曜日、沖縄県を訪問し平和記念公園で献花を行った後、
中今寛和沖縄県知事と会談を行いました。続いて高峰前進沖縄県議会議長と会談を行いました。会談終了後、米軍基地に関係する19の市町村長と懇談会を行った後、普天間第二小学校を訪れ米軍普天間飛行場を視察しました。視察終了後、体育館にて住民との対話集会を行いました。その後、米軍キャンプシュワブを視察し、視察終了後、稲嶺進名護市長と会談を行いました。5月6日木曜日、総理大臣官邸で2010全米桜の女王のマーゴ・フェフェリーさんと第23代日本桜の女王の大野加奈子さんの表敬を受けました。5月7日金曜日、総理大臣官邸で伊藤雄一郎鹿児島県知事や高岡秀樹徳之島町長、大久康介天城町長、大久保明伊仙町長の徳之島三町長らと面会しました。続いてサウジアラビア王国のハーリド・ビン・ムハンマド・アル御歳美経済企画大臣の表敬を受けました。